皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。ついに青木かのん史上最強の企画がやってきた。それがこちら、史上最強落としたら1万円罰金プラレール回転寿司。皆さんは届きましたでしょうか。新型コロナウイルスによる10万円給付金。果たして青木かのんはこの10万円を何に使うのか。自分を満たすために使うのか、それとも他者を喜ばせるために使うのか。そうだな、イケメンのいるお店に行くのもいいけど、このご時世じゃな。聞こえるかい、僕は YouTube の神だ。この10万円を動画に使ったらどうだい。そうすればそなたの好感度も上がるよ。頑張ってね。ありがたい。あ、いや、つまんないつまんない、面白くない。私のお母さんがですね、今コロナの影響で仕事が多分2、3ヶ月ぐらいもやれてなくて、お金も入ってこない状況なんですね。で、まぁ、今回のこの10万円、国からもらった私のお金なので、自分のために使うのは全然ありだと思うんですけども、私は YouTube でみんなに見てもらって、なんとか生かされてるっていう立場なんで、逆にこの10万円は必ずしも私のために使わなくてもいいのかなって思ったんです。なので、今回はプラレールの上を走るお寿司を手を使わずに口だけでキャッチします。で、それをこぼしたら私はこれを親に渡します。1回落としで10万円、2回落としで1万円、これも完全な私のポケットマネーで、3回落としでまた1万円、4回落としでまた1万円って感じで、え、これ破産するんじゃないかな。ちょっと待って、急に不安になってきた。これはいいんですよ。清々しく私は手放すことできるんですよ。でもさ、2回目以降のやつは私の完全なるポケットマネーですからね。やばくない？だって結構難易度高いぞ。いろんな YouTuber のプラレール寿司見てるんだけど、みんな高い確率で落としてるんですよ。やっぱ早いから。しかも、その人たちは箸でやってるんですよ。私、口ですからね。今日、この状態でやるんで。ということで、じゃあ早速。1万円。ま、でも、そうだよ。私、性別変えるときにさ、散々親を困らせてきて、大学も中退したりとかで、親不孝者だったから、親孝行と思ってやります。で、今回私が走らせるプラレールは、ドドン！めちゃめちゃ恥ずかしかった。これめっちゃ恥ずかしかったからね、買うとき。え、あなたがこれ遊ぶの？みたいな感じで思われてんじゃないかなって。はい。E5 系新幹線&E6 系新幹線連結セット。これ、かっこよくない？で、走らせるためには線路が必要ということで、プラレールを始めよう。ベーシックレールセット。ということで、引いていきましょうか。え、すごい。かっこいい。え、今のおもちゃすごいすごい。え、陥没？乳首？え、すごいすごい。やばい。じゃあ早速これを引いていきます。寿司見せてなかった。はい、これが、本日の寿司です。すごっ、めっちゃ入ってる。結構私の友達とか YouTube 見てくれてるんですよ。これ友達見てどうなんだろうな。大人になってプラレールやると思わなかった。テスト走行いきますよ。いきます。あー、え、早くね？早くない？え、これ私の時代の時ってもっと遅かったよ。あ、すごいすごい、綱引きになっちゃう。これあんた、これ大丈夫かな？絶対落とすじゃん。ちょっと醤油つけすぎたらこれ事故になったらやばいもん。これカーペット新居だよ。これで、はい、オッケー、完成しました。完成、イエーイ。では早速運命のサドンデス回転寿司を開始します。今4皿乗っかってるんですけども、計6回やりますので、後からまた食べ終わったら追加していきます。最大15万円ということで、私は落とさずに全部口だけで食べきれることができるのか、スタート。あ、うごっ、うごっ、いくらから行くべきか。でもいくらを落としたら後ろまでドーンって行っちゃうから、一番後ろの大トロか。ここ行きます、行きます、次行きます、絶対行きます。10万円って分かってるよ。
もちろん渡しますけど、まさか一発目からこれ上限ちゃうじゃん。もちろん後でお母さんに渡す証拠映像もお見せしますんで、最後まで見てください。待って、これ一旦食べさせて、これ一旦食べさせて、これはなし、脳幹だからね。ちょっと待って、一旦食べ、絶対無理じゃん、これ絶対無理じゃん。では残り5万円をかけたサドンデス回転寿司スタート。最初ネギトロ行くから、これ次行きます。タイミングをちゃんと見て、精神統一ね。 OKOKOK 行く行く行く、うっうっうっ、1万円守りか。これは私のものです。うまい。したら次はホタテですね。行くよ、もう行く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 。あっぷねー、一瞬片付いたからね。残り3万円残ってます。この3万円守りきることができるのか。次サーモン行きます。頼むよ、 iPad 私買いたいからさ、せっかくこの10万円買おうと思ったのに。もう自腹だからさ、せめてこの3万円だけでも。いきます。うっ、もう落とさないように吸うように食べてるから変なとこ入っちゃった。では残り2万円、この2万円で AirPods 買えますからね。結構でかいお金ですよ。いくらいきます。ではですね、ラストのお寿司を乗っけていきたいと思います。白身魚。ではですね、この最後のお寿司を今から回していきます。ちょっとこのシーンは使わないですね。カットしてください。高速バージョンでラストを飾りたいと思います。めっちゃ速くない？速っ！そこ2段階あるんですよ。遅いバージョンと速いバージョン。めっちゃ速いじゃんこれ。やばくない？じゃあ行きます、最後。ちょっと怖い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 。え？なんだよ、もうなんだ、最後に、最後の最後に。で、親孝行でしょ、これ十分10万円で親孝行だよ。12万円。結果は青木かのん母親に10万円給付金を含めた12万円を渡すでした。したら目を開けてください。何これ。じゃあなんか美味しいお肉でも買ってください。いいの？いいよ。やったー。はい。はい。お母さんに今渡すところ、多分流れてたと思うんですけども、ちゃんと渡しました。まあ良かったかなと思いました。本当は iPad がすごい私欲しかったんですけど、それはもうちゃんと自分の貯金から買います。ということで、今日の動画ですね、少しでも楽しんでいただけた方は、ぜひグッドボタンお願いします。少しでもグッドボタン多いと関連動画に乗りやすくなって、チャンネルがもっといろんな人に見られるようになるので、応援よろしくお願いします。そして最近インスタグラムほぼ毎日更新してますので、そちらもぜひ画面の下からフォローお願いします。Twitter などもやってます。今日はこの辺で終わります。また次の動画でお会いしましょう。顔が醤油臭い。